アビエーレは17隻のソルダティ級駆逐艦の一隻で、1930年代末から1940年代初頭に、イタリア王立海軍向けに建造された。ソルダティ級駆逐艦は前級のアルフレード・オリアーニ級の小改良したものである。同級の水線馬長は 101.6 メートル、全長は 106.7 メートルである。全幅は 10.15 メートルであり、平均喫水 3.15 メートル、満載喫水は 4.3 メートルとなる。ソルダティ級の基準排水量は1850から1880トン、満載排水量は2490から2590トンとなる。戦時乗組定員は将校及び兵員合わせて206名となる。アビエーレは3基のヤーロー式ボイラーから供給される蒸気を用い、それぞれが一軸のプロペラシャフトを駆動する2基のパーソンズ製ギアード蒸気タービンを動力源としている。最大軸出力 48,000 SHP 及び34から35ノットで設計された。ソルダティ級は海上工務では、軽積載で39から40ノットに達した。同級は速度14ノットで2340海里、速度34ノットでは682海里の航続距離を得るのに十分な燃料を搭載できた。アビエーレの主砲は計4門の50口径 120mm 砲を上部構造前後に配置された2機の2連砲塔に搭載していた。船体中央のプラットフォームには15口径 120mm 照明弾発射砲を搭載していた。ソルダティ級の対空防御は8門のブレダ M3520mm 機関砲が担っていた。船体中央部に3連装2機6門の 533mm 魚雷発射管を備えていた。対戦専用のソナーは装備していなかったが1体の爆雷投射機を備えていた。同艦には48発の機雷を搭載することもできたアビエーレは、リボルノの音造船所で建造され、1937年1月16日に寄港され、1937年9月19日に進水、1938年8月31日に竣工した。イタリアが1940年6月10日に第二次世界大戦に参戦した際、アビエーレは、同型艦のアルティリエーレ、ジェニエーレ、カミチアネーラと共に第11駆逐艦部隊の一部だった。6月11日に第11駆逐艦部隊の他の同型艦、第12駆逐艦部隊、第3巡洋艦分隊及び第7巡洋艦分隊と共にシチリア海峡での偵察任務に赴き、6月19日にはアウグスタからリビアのベンガジへ補給物資を輸送した。7月7日1545時に、専門部隊と第3巡洋艦分隊は、メッシーナを出港し、第2艦隊の他の艦艇に加わって、リビアへの輸送任務を務めた後に、第1艦隊に加わって7月9日のカラブリア沖海戦に参加した。この衝突でのイタリア艦隊の撤退中に、第11駆逐艦部隊は1615時にイギリス艦艇を発見して、攻撃を開始し、特にソルダティ級1番艦のアルティリエーレが張った煙幕から出たアビエーレは、敵艦から1800メートルに行ったが、他の3艦と一緒には魚雷を発射することができなかった。10月6日の朝、姉妹艦3隻と共に、リビアに向かう航路で2隻の商船と4隻の駆逐艦を目視した第3巡洋艦分隊に合流し、CV 作戦を実行するのを支援するためにメッシーナを離れたが、イギリスの戦艦を目視した後に全艦艇が寄港した。1940年10月11日から12日にかけての夜、カルロ・タラリゴ中佐の指揮のもと、第11部隊の両艦3隻及び第1部隊の水雷艇を伴って、マルタ島東海域にいるはずの英艦を探す哨戒任務に派遣された。10月12日の夜の早い時間に、第1部隊の水雷艇3艇がマルタへの船団護衛の後で、アレクサンドリアへ帰投中のイギリス海軍の大船団の一部である軽巡洋艦エイジャックスを攻撃し、混乱した対決の後に、アイローネとアリエルが沈没したが、エージャックスの損害は軽微だった。0137時に攻撃に先立って水雷艇は探知信号を送ったが、これは第11部隊の駆逐艦によって異なる時刻に受信された。アビエーレは0156時に信号を受信し、北に転進した後に攻撃を率い、0210時に英巡洋艦を目視、魚雷発射の準備を行ったが、魚雷が発射可能になる前の0215時に、エージャックスが砲撃を開始して2斉射が、1斉射は艦首に、もう1斉射は、艦尾の電力系統に命中、射撃管制及び、艦尾の 120mm に連砲が破壊された。0218時、打撃を受けたアビエーレは、動力を喪失し、深刻な損傷を負い、速力も14ノットに低下したため戦線から退いた。夜明けの直後、アビエーレはジェニエーレと合流してアウグスタを目指し朝に到着した。1941年2月23日19時、アビエーレはアンカラ、マールブルク、ライヒエンフェルス、キブフェルスからトリポリへ向かう商船を護送するために、ジェニエーレ、駆逐艦、アントニオ・ダノリ及び水雷艇、カストーレと共にナポリから出港した。3月12日と13日にカラビニエーレ、コラッツィエーレ、水雷艇、デッツァ及び巡洋艦トレント、トリエステ、ボルツァーノと共にナポリからトリポリへと向かう輸送船団の間接護衛任務を務めた。4月14日にトリポリへ向かう蒸気船アリカンテ、サンタフェ、マリツァ、プローチダオ、駆逐艦、グレカーレ、ジェニエーレ、カミチアネーラ、水雷艇プレイアディと共に護衛するために、ナポリを出港し、イギリス艦の攻撃を避けるために17日から4月18日の8時まで、パレルモで停泊した後に護送船団は、航海を続け、リビアの港には20日に到着した。5月11日に、商船プロイセン、バハテル、エルネスト、テンビエン、ジュリア、コルディラーナ及び、駆逐艦、ダルド、ジェニエーレ、グレカーレ、シロッコ、カミチアネーラからなる護送船団を護衛してナポリを出港し、14日にトリポリに到着した。6月3日にアビエーレ同様の駆逐艦、ダルド、ジェニエーレ、カミチアネーラ及び水雷艇、ミッソーリに護衛される商船アキタニア、カファーロ、ニルボ、モンテロ、ベアトリーチェコスタ及び輸送船ポツァリカからなるアキタニア護送船団の一部として、ナポリトリポリ間を航海し、6月4日に、ケルケナ諸島の沖合約 30km で、航空機からの攻撃を受け、モンテーロが被弾して誰も脱出できないうちに爆破し、ベアトリーチェコスタも、航行不能となる損害を受けて、カミチアネーラによって沈没させられた。6月25日、兵員輸送船エスペーリア、マルコポーロ、ネプチュニア、オケアニアを、駆逐艦、ジョベルティ、ジェニエーレ及びダ、ノーリと共に護衛して、ナポリを出港し、27日にターラントに停泊した後で、数回の航空攻撃があったにもかかわらず29日にトリポリに到着した。8月4日、蒸気船にいた、アキタニア、エルネスト、ニルボ及びカステルベルデに内燃機タンカーのポツァリカを加えた船団を護衛して、ナポリを出港し、8月6日にカミチアネーラとカリオペーが援護したにもかかわらずにいたが、イギリス空軍830スコードロンの航空機から攻撃されて、北緯35度15分、東経12度17分で沈没したが、船団の他の船舶は目的地に翌日到着した。8月29日から9月2日かけて、駆逐艦、オリアーニ、ダノーリ、カミチアネーラ、ウソディマーレ、ペッサーニョと共に、兵員輸送船、ビクトリア、ネプチュニア及び、オケアニアからなる船団を護衛して、はじめは、ナポリからトリポリへ、その後トリポリからターラントへ、英潜水艦、アプホルダーから攻撃されたにもかかわらず、損害を受けずに帰還した。9月23日、カミチアネーラと共に、マルタ島の東に機雷を敷設する目的の駆逐艦、ランチエーレ、カラビニエーレ、アスカリ、コラッツィエーレを護衛した。10月12日と13日の夜、駆逐艦、ビバルディ、マルチェッロ、ピガフェッタ、ラ・ベラッツァーノ、カミチアネーラ及び軽巡洋艦、エウジェニョ・ディ・サヴォイや、モンテクコリ、デュカ・ダオスタと共に機雷を敷設するはずだったが、地中海艦隊が海域から離脱したことを受けて命令が撤回された。11月21日08:10時、リビアへの2組の船団を間接的に護衛するために、カミチアネーラ、ジェニエーレ、コレッツィエーレ、カラビネーレ及び、巡洋艦、ガリバルディ、ドゥカ・デッリ・アブルッチと共に、ナポリを出港した。作戦は航空及び水中攻撃によって失敗し、22日1時に、アビエーレは帰還する船団を護衛するために、巡洋艦、コリツィアと共に、ターラントで離脱した。12月13日の1940時、戦艦ドーリア、巡洋艦、ムツヨアッテンドーロ、デューカ・ダオスタ及び、駆逐艦、アスカリ、カミチアネーラと共に M41 作戦を間接的に護衛するために、ターラントから出港したが、2隻の商船が沈められ、戦艦ビットリオ・ベネトが深刻な損傷を受けた潜水艦からの攻撃によって、打撃を受け、アビエーレは、駆逐艦、ビバルディ、ダノーリ、ジェニエーレ、カラビネーレ、カミチアネーラ及び水雷艇リンス、アレッティウサと共に、ターラントに戻るビットリオ・ベネトを護衛するために出向いた。12月16日、アスカリ、カミチアネーラ及び戦艦ドゥリオ、巡洋艦、デューカ・ダオスタ、アッテンドーロ、モンテクッコリと共に、リビアへの船団輸送作戦 M42 の近接防御を行い、成功裏に完了した。1942年1月3日18:50時、駆逐艦、カラビニエーレ、アルピーノ、アスカリ、ピガフェッタ、ジェニエーレ、ダノーリ、カミチアネーラ、重巡洋艦、トレント及び、コリツィア、戦艦リットリオ、チェザーレ、ドーリアと共に M43 作戦を間接的に護衛するために、ターラントを出港し、1月5日17時にアビエーレも属するリットリオグループのすべての商船が無事に目的地に到着し、ターラントへと帰還した。1月22日、駆逐艦、ビバルディ、マロチェロ、ダノーリ、ジェニエーレ、カミチアネーラ及び水雷艇、オルサとカストーレと共に T18 作戦を直接護衛していたが、航海中の23日にビクトリアが雷撃機3機からの攻撃で行動不能となり、救助のためにアビエーレとカミチアネーラが停戦したが航空機4機による第2波攻撃によって同線にとどめが刺された。2月21日の16時に駆逐艦、アスカリ、ジェニエーレ、カミチアネーラ及ぼ戦艦、ドゥイリオと共にターラントを出港し、計7作戦を間接的に護衛した。3月の7日から10日には、巡洋艦ガリバルディ及びエウジェニョ・ディ・サヴォイアと共に V5 交通作戦に参加した。3月21日深夜、アビエーレと駆逐艦、グレカーレ、アスカリ、オリアーニからなる部隊は、戦艦リットリオと共にターラントを離れ、第二次シルテ湾海戦に参加したが、重要な役割は果たさなかった。1942年には、アビエーレは 120mm 照明弾発射砲の撤去及び4門の 20mm 対空砲の搭載を施された。同年8月、同艦の艦長イグナツィオ・カストロ・ジョバンニが部隊の指揮を取った。8月中旬の戦い中の8月11日から12日にかけての夜間、すでに航空機、潜水艦及び魚雷艇によって損害を受けたイギリスのペデスタル船団を攻撃して殲滅することを目標として、第3巡洋艦艦隊と第7巡洋艦艦隊、及び駆逐艦9隻と共に出港したが、編隊は敵の攻撃を警戒して、帰還を命じられ、帰島中に、英潜水艦アンブロークンによる魚雷攻撃で、ボルツァーノが深刻なダメージを受けた。アビエーレとジェニエーレは、炎の中で、ボルツァーノを曳航し、パナレアの近くで座礁させた。同年9月、8隻の護衛艦艇によって保護された商船4隻からなるリビアへの交通作戦に際しては指揮艦艇となった。それに続いて第11部隊の両艦と共にリビアへの輸送任務、スズの中のガソリンを実施した。同年10月17日にジェニエーレ及びカミチアネーラと共に内燃機船アンからの護衛としてコルフ島から出港し、船団は水雷艇、オルサ及びアレッティウサに護衛された内燃機船モンジネブロと合流し、駆逐艦アルピーノで補強され、航海の終わりに向けて船団を分割し、他船がトブルクに向かった間に、アビエーレ、モンジネブロ、ジェニエーレ、カミチアネーらがベンガジで追いついた。1942年12月16日、独内燃機船アンカラをビゼルトまで護衛するために、姉妹艦、カミチアネーらと共に、ナポリを出港した。12月17日の1115時、ビゼルタの北方約 60km 地点で、英潜水艦スプレンディドが数発の魚雷で船団を攻撃し、一発がアビエーレに命中して爆発。アビエーレは、右舷側に旋回して、艦体が2つに折れ、数秒後に、北緯38度00分、東経10度05分に沈没した。アビエーレには230名から250名が乗っており、100名ほどは船を離れる時間があったが、全速力で離脱していたカミチアネーラとアンカラに救助された生存者はおらず、艦の沈降があまりにも急激で激しかったため、様々な残骸に加えて2艘の救命いかだだけが上部構造から外れていた。午後になって水雷艇、カリオペーとペルセオが難破した艦に到着した時には、生き残っていたのは2人だけの将校を含む30人だけが生き残っていた。死者、行方不明者220名の中には司令官のカストロ・ジョバンニもいたが、彼は部下を集めて励ました後で、疲れ果てた水兵に、救命いかだの自分の場所を譲り、海中に姿を消し、この記憶のために武功勲章が授与された。ジョバンニ・ビアンシーノ中佐、カルロ・タラリゴ・ディ・ザガリーゼ・セルサーレ中佐、ルチアーノ・ビギ大佐、ガストーネ・ミノッティ大佐、イグナツィオ・カストロ・ジョバンニ大佐。ありがとうございます。